このチャンネルは宅建ジョブエージェントさんの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。なんとこの中に社長さんがいるんです。さあ誰でしょう。気になる方はホームページをチェックしてください。じゃあもうね、2022年の不動産投資がどうなるかっていう私の勝手な予想をですね、ちょっとお話をさせていただきます。ポイントはですね、2つあります。1つ目、まあ、とにかくですね、2022年のですね、不動産投資はですね、一言で言うとやばいです。かなりやばいです。どうやばいかを今から説明します。やばいポイント1、人口減少ですね。まあ、これはもう東京都で、不動産投資をする場合ですね。まあ、私はまあ基本的に東京都以外の不動産投資はそんな詳しくないんで、今日は東京都内のお話を中心にしますけども、今ですね、23区、東京23区ですね、まあ、新聞読んでらっしゃる方は皆さんもご存知かもしれませんが、23区でですね、14,828人の転出超過、要するに人口減ってるんですね、23区で。まあ、減ってるんだっていうぐらいに思うかもしれませんけど、これあのコロナになる前は毎年ですね、だいたい5万人から7万人ぐらい増えてたんですよ、23区の人口って。年間でもう地方の自治体1自治体ぐらいの人口が毎年増えてたんですよ。その地域がいきなり人口1万人以上減るってかなりやばい状態なんですよ。で、東京都からの転出が414,734人で、20年からですね、1万3000人ほど増えていると。要するに出ていく人がとにかく増えてるんですね。とにかくもうコロナによって一気にですね、もう流れが変わったんです。もうそれをですね、まず頭に入れていただけるとありがたいんですけども、例えば東京都のですね、人口がもう急激に減ってます。2021年のですね、住民基本台帳の人口移動報告っていうのによるとですね、東京23区の人口が、まあ、転出がですね、転入をですね、まあ、上回っているという状態になっているそうです。要するに23区ですね、人口が減り始めています。一応都内全域で見ると、まだギリ5000人ぐらいは増えているみたいなんですけど、もう時間の問題だと思います。結局ですね、なんでこんな風になっちゃってるのかというと、もう完全にですね、もうテレワーク、リモートワークのせいというか、おかげというか、もうそれが原因です。結局ですね、テレワークなんかが普及すると、東京都内って家賃高いじゃないですか。狭いじゃないですか。そんなところに住む必要ないんですよ。結局もうリモートで住むっていう風になってきちゃってるので、今のヤフーとか大手企業なんかも招集かかってから何時間以内に出社できればどこ住んでもいいみたいな、そんな感じになってきてる企業めちゃくちゃ増えてるんですね。なので、今までこう高給取りの大企業に勤めてた人がこう23区の高い家賃の物件を結構借りてたんですけど、一斉に退去が始まってます。もうどんどん空室になってます。どんどん他県に出ていっちゃってるってことですね。なので、まあ、でも人口が減っちゃってるので、まあ、非常にやばい状態ということですね。どこの辺に引っ越してるのかというと、私もいろいろ調べたんですけど、東京近郊が多いです。神奈川、千葉、埼玉に、転出している人がすごい多いそうです。一番多いのは神奈川で96,446人で、埼玉だと78,433人で、千葉県で58,485人という順番で、要するに東京の近郊にみんな引っ越してるんですね。まあ、結局家賃が安いし広いしっていうことだと思います、おそらく。で、別に毎日通うわけじゃないしっていう感じで、もうどんどんみんな周りに行っちゃってるんですねっていう状態で、もう結局東京23区の一人負けのような状態になってます。もうとにかくですね、これはもうリモートワーク、テレワークですねのもう普及がもう原因というふうにもう考えられます。これはまずですね、やばいポイント1つ目です。で、もう1個やばいポイントがもう1つあります。これですね、やばいポイント2、空室増加ですね。人が出ていくということは部屋は空室になります。で、東京都心はですね、今ですね、空室だらけなんです。本当に空室だらけです。これですね、どれぐらいやばいかというと、例えば今ここにお茶の水じゃないですか。お茶の水駅ですね、すごい、まあ、住みたい人多いエリアですよ。家賃も高いし、まあ、昔から人気があるエリアですけれども、ここですね、スーモでお茶の水駅周辺の 1K から 1LDK の空室を検索すると、何件ヒットするかというとですね、そこの下に書いてある赤字ですね、4696件もヒットするんですよ。まあ、もちろんこれ重複してるのいっぱいありますけど、毎年私はスーモとかチェックしている身からすると異常な数字です。これですね、10倍ぐらい多いです。結局ですね、どんどんみんな空室になって、他県とか近隣県に引っ越していくにもかかわらず、入ってくる人がいないとこういうことが起きるんですよ。これはですね、かなり異常事態です。これどれぐらい異常事態かというと、都心部のまず不動産屋自体の経営が危うくなってます。賃貸系の、結局引っ越す人がいなくてどんどん退去していけば、家賃保証してる会社は苦しいですし、管理委託受けてる会社は管理費入ってこないですしっていうこと、まあ、もちろん仲介手数料の売り上げも立たないですしってことになってくるので、まあ、非常にですね、今やばい苦しい状態になってます。空室が増加したことによって、これをですね、今知らずにもうなんとなくフラッと不動産投資をするとえらいことになります。
これはですね、今現状の都内のですね、不動産投資の状況なんです。で、ちょっと時間がないんで、ちょっとあと最後ちょこっと行きたいんですけど、ここまでお話をするとですね、不動産投資やってらっしゃる方なんかちょっと予想する方もいるかもしれませんが、こういう状況だったらですね、困った大家さんなんかが物件をみんな売りに出し始めるから、売買相場下がってくるから安い物件出回るんじゃないかっていうふうに思う人もいると思うんですよ。まあ実際そういうふうに思って相談される方も結構私のところに来られたんですけども、もう一つですね、ちょっとお見せしたいデータがありまして、これですね、マンションの価格、新築中古ともにですね、上昇してるんですよ。どういうことって感じですよね。これですね、民間の調査会社のですね、不動産経済研究所が調査した近年の首都圏新築マンションの平均価格の推移なんですけども、首都圏全体だとですね、2016年だとですね、まあ、見ていただくとちょっと小さいかもしれませんが、2016年で5490だったのが、2020年のですね、まあ、コロナぐらいもかかってると思うんですけど、6083で上がってるんですね。4年間でですね、10% 以上上がってるんですよね。これもう急上昇ですよね。一番上のグラフ、これ急上昇してるの分かると思うんですけど、東京23区なんですよ、これ。東京23区で、こう価格上がってるんですよ。これがですね、もう非常にこう、なんですか、今の特徴で、東京23区のですね、都心やですね、その周辺を中心に急激な価格高騰がですね、起こってるんです。これはですね、ファミリーもそうですし、ワンルームもそうです。ワンルームもですね、今高いんですよ、金額。人口が減っていて、空室が増えてるにもかかわらず、物件価格は高騰してるんですよ。これですね、冷静に言い直すとどういう状況かというと、物件は高いのに家賃が値下がりするリスクがある状態というのが今のですね、東京23区、東京都内の状況なんですよ。今、空室で募集してる部屋の家賃なんかは、ワンルームの場合、5000円から1万円ぐらい家賃の値下げ交渉を大家さんにしてます。もうそれぐらいしないと決まらないんです。空室が多すぎて。もう1年間ぐらいですね、空室の物件がザラにあるというような状態です。なので、もうほんとこういう状態なんです、都内はですね。これ価格上昇してるっていうことは、じゃあなんか資産価値高まってるような感じの錯覚受けると思うんですけど、これは私の個人的な見解ですけど、全然そういうことじゃないんですよ。それよりもどちらかというと、マンションを建てる建築コストが上がってるんですよ。コロナとか、あと東日本大震災以降、とにかく建築コストが上がってるんですね。で、今回のコロナでいろいろ外国から入ってくるものが入ってこないとかですね、半導体がうんぬんというのもいろいろあって、例えばマンションを1個建てるのにかかるコストが昔と今で全然違うんです。高いんですよ。同じものを作るとしても、それが結局こういう価格に乗っかってきちゃってるんですね。なので、なんか別に資産価値とか地価が上がってるという感じよりは、単に建築コストが上がってるだけで、高いけど仕方なくみんなコロナでマイホーム需要が今高いので買ってるから相場が上がってるっていうだけなんで、持ってて資産価値が上がってるっていう錯覚はあんまり受けない方がいいかなと個人的には思います。ということでですね、ここまでちょっとお話を聞いていただいて、結構私話すの早いんでちょっと申し訳ないんですけど、結論いきます。私が2022年の不動産投資でこうした方がいいっていう結論はこれです。今はですね、完全に売り時です。買うっていうことについてはもう少し様子を見るべきっていうのが、これは私の個人的な見解結論ですね。2022年に関しては結局、今例えば何かそのアパートとかマンションとか何か持ってらっしゃるっていう方がいらっしゃって、まあ、ここ数年ぐらいでまあ売ろうかなっていうのを考えてるんであれば、売った方がいいと思います。なぜなら高いからです。今売ろうとすると、多分ここ数年、だいたいリーマンショック以降、多分今一番高いと思います。もうバブルぐらいになってるので高いです。実際私のところに相談来られる方も皆さん売ってますけど、高いです。物件によってはさっきすごい値下がりした人の事例話しましたけど、2000万円ぐらいで20年前に買って、今も2000万円以上で売った方も私何人もいます。なのでそういう人もすごい儲かりますよね。だただこれ多分そんなに私続かないと思うんで、結局空室これだけ増えてるのに、売却価格だけずっと上がっていくっていうのはどう考えても考えにくいので、売りたいんであれば売った方がいいと思います。検討してるんであれば。で、反対に買うかどうかっていうところに関しては様子見た方がいいと思います。どうしても買いたいんであればどうぞって感じですけど、高いです今。割高です、だいぶ。中古も新築も。割高で、で、買ったら買ったで、空室になります。なる可能性高いです。例えば、現状人が入ってる部屋でも、万が一退去しちゃったら、半年ぐらい空室になる覚悟があるんならいいと思うんですけど、それぐらい結構今、賃貸の状況はきついので、なんかちょっと、興味本位でここ買ってみようかなぐらいな感じなのは、よほど安ければあれですけど、おすすめはできないです。今、買うということに関してはですね。ただ、売るというところに関しては、基本、私はすごい今、賛成派です。なんで、例えばずっともう相続終わるまでもう自分が死ぬまで持っているっていう人は全然いいんですけど、どこかで売って利益確定したいとか、自分が死んじゃう前に売って現金化して相続しやすいようにしておきたいとか、そういう考えがある方に関しては今が高いのは間違いないです。
来年高いかどうか分かりません。ただ今は高いですということですね。これがあの2022年の不動産投資について私の結論でございます。結構内容が偏ってしまって申し訳ないんですけど、こんな感じですね。なんでもしこれから不動産投資をですね、しようかなというふうに考えてらっしゃる方いらっしゃれば、基本的に不動産投資全然あの賛成なんですけど、お話ししたようにですね、とにかくの情報収集に面倒くさがらないっていうのが本当に重要だと思います。投資に失敗した人が必ず私に言うセリフがあるんですよ。それが誰々さんを信じたのにっていう言い方をするんですよ。誰々さんっていうのはその不動産屋の営業マンのことですね。誰々どこどこ会社の誰々さんを信じて投資したのにっていうふうにすごい言うんですけど、これはですね、投資する資格がない人のセリフだと私は思ってて、信じて買うのは絶対ダメです。信じていいのは自分が調査した情報だけだと思います。不動産会社は別に、それは私不動産会社が悪いって言いたいわけじゃないんですよ。不動産会社は仕事で売ってるので、それはどうしてもいいこといっぱい言います。ただそれだけを信じて買うっていうのは自分の情報収集とかの手間を放棄してるだけなので、それはですね、不動産投資でやっぱり失敗しないためにはそれは絶対に惜しんじゃダメです。それを惜しんで失敗した人が本当に大勢います。なのでそこに関してはさっき言ったように地場の不動産屋さん回って相場聞くとか賃貸需要聞くとかっていうところは聞けばちゃんと教えてくれます。特に今暇ですから。なのでそこの手間は絶対に惜しまないでやっていただいて、ぜひ失敗しないように成功していただければなというふうに思っております。以上でございます。長々とありがとうございました。